わからん。そう、しょうがない。本当だから。しょうがない。うん、別に悪意はございません。対はございません。はい、ただ。はい、あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファ。アルファホビー。けどさ。二四七丸のレンズちょっと使っててさ、今回二八百五のレンズ使って、あまりにの凄さを。 で感じて28スタートってこんなすごいんだっていうことがわかってるわけだよね私たち分かったねーすがやっぱりでかいんだよね1回あれどでかいで私のレビュー私の比べた画像で見てもまじまじだまあまあまああれは結構辛辣でしたねそう半年の差だよスペックでスペックで言ったらさね本当そうだよね裕があるのこっちのならの方が余裕がありそうなんだそう余裕がだ24がどれだけ足かせになっているかどれだけ足引っ張ってるかってことでしょう。 そこが解放されて、うん、さらに2.0かもしれないけど、そうだったらそのドーンと画質がガバ,バッと良くなる可能性が,ある、ね能性が、あそうあるだうん、だって本当この今ちょっとビルさん言ってるけどさ、アルファホビーブのレビューを見て 2870F にマジの DGDN の。うん

これに買い替えた人ってそんなにたくさんいないと思うんだ、俺。そうそうそう。それでちょっと雑感として聞きたい、ビルさんに。買い替えてよかったか、対して変わんねえかっていうのちょっと聞きたいです。ああ、いいよ。あの、あれ、長委員長、大げさだよ。そんなにすごくなかったよってもいいから。そう、それの正直に、全然正直に言ってもらって構わないです、それは。それに対して反論は全くないですね、れは。全然ないんで。それをちょっと聞きたいですね、ビルさんに。うん。ねえ。ああ。 247028105 24検討しましたがやめた理由としては 2470GM2 の24側がいいねと軽さを重視しただいぶ違うもんね、うん、純正ということね、まあ、大きさと軽さはもう別物なんでねのわりに85の GM2 買って明るくクロップで百1 2ああそういう使い方だねなるほどね、うん、そっか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 なるほどねうんあ2428の部分だねここはなんとかなったとで買って大正解だったとそっかそっかそっかうん でも、小森さんは言,、うん、言うとるけど28105はやっぱ欲しいっていう。うん、そう。うん、これはね、でもね、本当、ちょっとね、マジでちゃんと使ってみてほしいです。僕はちなみにこれ、今回ちょっときょ、さらにこのレンズ、驚異的だなと思ったのが、その動物園で使ったんですよ、28105、うん。1本だけ、動物園使ったんですよ。 まあねちょっと怖いですねこのレンズあの映り方がもうえぐいえぐいです本当,本当にこれあのー、あんまりアルファブームでは言ってない、うん、モンスターレンズですよ本当にこれいやこれはリアルモンスターですね、うん、これ。あのすごいなと思いました、うん、動物園はすごかったよこれまたちょっと X で上げますけどあの すごいこれ多分なかなか多分触れる機会がないからこれだけなんていうのかな隠れちゃってるんだよねだからあんまりあとあとまあとまあもうあと高い高い。正直まあ安く安はない安くはない20万安くはないが使うともうそれゃこんなもんするし逆によくこの金額で出したなと思うと思うよほんとにだから全域きれだからねそう全域きれ本当にビビるっすよあのと百五で比べて。 どっちかといったら、まあ、もう比べたら105の方が確かに、が、じゃあ28が劣るかったら全然ですよ、も、ま、う、あ、それは、もう強引に優劣つけろって言われたら、うんうん、まあ、だったら105っていう、それは、改造感がね、だけど、もう、差はない、さっきり言って、だ過去の、えー、標準ズームを、まあ、いろんな使ったとは言わないけど、使ってて、もうぶっちぎりでこれ一番いいから。 ちょっと良すぎる、うん、あの俺ね今回ねその漁港で使ったのとその漁港でのスナップと、うん、あと動物園のスナップで2つ使ったんだけどもうねちょっとしばらくこのレンズに対抗できるこの焦点距離内だよこの焦点距離内で。 対抗できるレンズって、本当に出るのかなっていうぐらい,い,い、うん、いいです、このレンズは。あの、一人勝っちゃう、正直言って、あれ、えー。で、俺は他者に言いたいですけど、俺はね、他者に言いたい。他者っていうのは、あの、皆さん、想像してください。他者に言いたいけど、これで、この独走を許していいんかと。うん、うん。この独走いいんかって、俺はちょっと思います。 それぐらいすごいです、このレンズは。うん。うと思ってますね。えー、ああ、高速連射ね。純正ではない弱みが出るね。そこだよね。いや、そこらは,、ね、は当然そうなんですよ。だから 部長と私はそこのうサードパーティーは全部そうですねそうだそこいう使い方をしないからおすすめできますよっていうだけですから私たちはねまさにそうですねうんうんまさにその通りですでも全然練習使いまくるって言うんだったら全然もう,う,もう一択純正一択ですからそれはもうしょうがないうん,うん本当にそうですねうん本当にそうですビルさ28、うん2845の F18 このゼンズもすごいね サイズと重量が強範囲だと分かっていたのであだいぶ感覚ちょっとバグっとるんですね、うん、<laughs> それだいぶ感覚バグっとるんですけどね、うん、安心して買えました2四並ぶの F 二一八は、えー、どこがどうというわけではないんですが移りにしっこりきていないところがあったああ相当いいですけどねこれうん、うん、なるほどねそっかそっかでもまあ2八105で解決と。ということですね まあ、そういうことですね。なるほどね。百五ミリまで伸ばして、あの、写りが出るんですから。びっくりよ。あのー、動物園で檻があるじゃないですか。当たり前ですけど。<laughs> 檻がないですね。欲し <laughs> い。バカ、まあ、なこと言ってます。<物> <laughs> 私は。はい、バカなこと言ってますけどね。<laughs> うん、そう。檻があるじゃないですか。うん、あれをさ、まあ、要は檻を抜いて通るっていうのでさ。うん、あのー。 2470の F28 では多分ほぼ不可能。当たり前ですけどね、折りまで映るけど、うん、105まであるとね、まあ、映るよ、映るけど、それなりに解決する<ー>ですね。で、あと、その動物の,そのフォルムとその毛のディティールが、このレンズと相性が良すぎて笑う。笑うっすね。なんかもう はははは、すごいね、と思っちゃう。それぐらい良かったですね、これは。はい。2470GM2 より改造しますかわかんない。2470GM2 を俺は持ってないから。わ、うん、かんないです。うん、逆に 2470GM2 から、この28105の F2.8 に、うん、要はコンバートした人に聞きたいです。それは、はい。それはちょっと、もしいたら聞いてください、それは。ちょっと持ってないからわかんないです。はい。 うーんニコン D4X さん、タムロンさんから2 4 1 0 0 f 一発とかられたら、ああ、ああ、いいよ。良くてよ。そ,それはむ無理よ。28100が出るかもしれないけどね。うそうだね、28100だったらあり得る。<laughs> うん、24はもうこれだけ言うと、<ど>24はないから、もう。でも2 8 1 0 0 f 一発良、うん、くてよ。 うん、まあいいとうね、はい、同じぐらい返すと5ミリ足らんけど一緒ですよ、うんうん、で金額多分安いよ,よ,よシグマより出ればねはいよ,よくてよ一応28150だったっけ噂されたの28180だっけ噂されたな何だっけうわさで出てたの28180だったっけ噂で出てたの そう、2 8 8 0 f 2チ <laughs> あれそんなスーパーアホみたいなレンズ、はい、<laughs> あれ飛ばしたねあれね飛ばしたな、うん、あれもう消えたけどねぶっ飛ばしたっすねあれ、うん、消えたねタム球で全部持っていかれたけど、ね、ふっと消えましたねタム球で全部持っていかれてるっていうかタム球を隠すためのあれはもうなんかもう,何う<え>ダミーそんな感じだよねそんな感じも今今思えばねねうんねえ イドロドロさんあ伊藤さんやっぱそうなっちゃったねうんドロドロさんが答えてくれてますあはいはいえーっと 2470GM2 を持ってますが解像度は同じぐらいですご、うん、だから今は2800をしか使ってない <laughs> <ロ> <laughs> はあ、まあ、焦点距離が便利だって大大悟くんが確か、ね、2470GM2 をそれ要はあ 大悟いないじゃん。あ、大悟君から聞きたいね。どうなんだろう、大悟君。大悟君、どう、違う、大悟君、生きてる、今日。いたっけ。大悟君たっけそう、大悟君が確か。あ、そうだね。二四マル g エムから。要は、そうね、え、生贄にして、召喚した口ですね。まあ、相当いいって言ってましたけどね。たいへいさん、こんばんは、ご無沙汰しています。先日、二四。一マル五の f フ四の G をレンタルして。 はい,はいはいはい。懐かしいレンズですね。うん、僕持ってますけど、まだ。2800の g t d g t a のがより欲しくなりました。<laughs> なるほど。<laughs> いや、これね、いやもう、似て非なるものと言っていい。うん、あの、なんていうのかな。<laughs> 得られるものが違いすぎる。うん、あまりにも。あのね、2400の F4 ね、いいよ。めっちゃいいレンズよ。これ、本当にいいレンズ。これ、いまだに僕持ってますけど、非常にいいレンズですけど、うん、やっぱりね、表現の仕方っていうのがね、 やはり結構限られちゃうけど、はい、やっぱりねこの100個の F2.8 あと側105側のその最短距離で撮ったやつがちょっとどうかしとるす、ね、ストレスがないのよあの,い、ね、あの焦点距離であの写りでえっ、ー、とよれるうんもうね本当に撮っててストレスがない、ね、本当にストレスがないビビ,るビビるっすねあれ、うん、あのよれ具合う 使使えばううほどすごいそあと AF が思ったよりいいからまあまあは純正と比べるとあれだけどまあほとんどストレスない本当にこのとおり AF の速さもノンストレスすげえなドロドロさんのあれだなこの意見結構リアルだなこれ使っとる人だからね AF の速さほぼ同じだってノンストレスはあすごいなありがとうございますご意見ありがとうございますそうだね GM2 の良さは24側で売れるとこそうだねそこだよね本当それだけですね そだよね、いやというねちょっとくしくも、ま、何かちょっと話がずれましたね、うん、あの28105を何かもうワっショイする <laughs> あの話にあっなっちゃって大変申し訳ないですけどもしかしたら長部活スーパーエクスペリエンスでちょっとさ、ね、も部長と委員長持っていくかもしれないので、はい、ああ 28105? ねえ。 いいよもっとくもっとくあの体験したい人がいたら行ってくださいあの貸します田村さんは山ほどあるのでそうそう田村さん山ほどあるのではいはいさんいってくださいはい持ってきますようんいいよこれいいよ触らないとあれは分か小森さん小森さんはもうほぼ一緒だってサイドバイサイドでやったけど改造感ほぼ変わらないってうん へーやっぱそうなんだ。すごいね。GM2 と匹敵するって相当すげえっすよ。最強レンズですから。史上最強。いや、めちゃくちゃき、めっちゃ気合入れて出たしたレンズですよ。うん、これ24、2470GM2 って、ソニーが。うんうん、相当気合入ってるんですよ、これ。それと同等って、同化しとるっすね。100個も元々 D G ま違うけどねもともと DGDN 自体も GM に匹敵するって、さんざん噂されやよかったよ。よかったよ。うん、うん、よかったっすよ。うん。けどってすよね。そう。 でア微分検証で明らかに全然こっちの方が良かったわけだからねちょ,ちょっとね、うん、うんねあれはなんか残酷な結果になりましたが、うんうん、うんねしょうがないよね、うん、本当だからあそうしょうがない本当だからしょうがない、うん、別に悪意はございませんたいはございませんただ結果のみを報告しただけですからね <laughs>、うん、あれは、うん